皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。お気づきだと思うんですけど、新しく10回とソリチュードが仲間入りしました。メルカリでいつもお取引させていただいている方から300いくらで購入させていただきました。結構増えてきましたよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10枚でね、2枚購入させていただいたんですけど、いつも使ってもらってるからということで、1枚菊池桃子さんのレコードをおまけで届きました。ほら、手紙まで入ってる。すごいよね。菊池桃子さんのもちょっと今度から聞いてみようかな。全部綺麗にこういった形で梱包してもらえてるので、いいなと思って、今後もこの方といろいろ取引できたらなと思ってます。そして今日は久しぶりに食べる私の大好きなお菓子を皆さんにご紹介します。もう画面から見えてる、私の第二の母国の定番のお菓子、じゃーん。これなんだかわかりますか？ちょっとね、パッケージが安っぽいんですけど、これボートタルトというお菓子でございます。やっぱり日本クオリティと比べるとフィリピンクオリティはちょっと落ちてしまうんですけど、すごい美味しいお菓子なんですよ。フィリピンのハーフの子とかだったら知ってるんじゃないですかね。こんな感じですね。ちょっと梱包雑ですけど、日本で暮らしてると不安になっちゃいますよね。なんか虫入ってないかなって。これがフィリピンクオリティなんですけど、私の第二の母国なので、いつも帰ったら絶対食べてます。では開けて食べていきましょう。これは何味だろう、もう謎の味なんだけど、とりあえずすっごい甘いんですよ。おうおうおうおお、すごい粉が粉が。これをこうやってめくるとこういう感じですね。裏がこのクッキー生地なってます。ここの部分が、なんだろう、キャラメルとか砂糖とか、本当に甘いものを溶かして固めたようなものを乗っけてる感じで、食感をサクサクしてましたね。早速いただきます。前と全然変わってない。美味しい、相変わらず美味しい。なんか書いてます。コンデンスミルク、ドリアンパルプ。これはもらったんですけど、都内で買うとしたら、錦糸町とか目黒駅の近くにフィリピンの食品を売っているお店があって、そこで買えると思いますね。これね、食べると結構止まらないんですよ。皆さん知ってますか？フィリピンの朝の定番のおやつ。朝のおやつってなんだろう？朝に、ぷーって笛膨らましながら、家の前をこうやって歩いてるおじさんがいるんですよ。日本で言うと、豆腐の移動販売みたいな。で、実際フィリピンでもそれ豆腐なんですけど、こういった透明なカップに豆腐をこうやって入れて、その上に黒い甘いタレみたいのかけて、タピオカを入れて、それを食べるんですね。すっごい美味しくて、私もほんと大好きで、毎朝早く起きて、いつもそれを親戚のおばちゃんたちにお願いして買ってもらうのが、本当に楽しみで仕方ありませんでした。早く帰りたい。もうしばらく帰ってないので。あとは、トムヤムくんとかもすごい美味しいですよ。トムヤムくん、あとお菓子だとプートとか、本当にフィリピンは楽しいです。フィリピンにもいろいろと、原住民の方もいるし、あとは私みたいな母親がいろいろな血が混じったようなフィリピンの方もいるし、本当にいろいろですね。二つ目です、これ。あと一個は楽しみに残しておきます。ということで、今日はフィリピンの定番のお菓子、ボートタルトをご紹介しました。ここから先はご飯会の映像です。じゃあね。11月の13日、日曜日にある第4回青木かのんご飯会、そして
ディナーショーまでのお日にちがもう1ヶ月切って、そして嬉しいことに、お席が半分ちょっと、予約をいただきました。ありがとうございます。そこで、新たに情報解禁をさせていただきます。と、その前に、ちょこちょこ私の方にご質問のご連絡いただくんですね。その質問が、ディナーショーだから、服装はちゃんとした方がいいんですかという、ご質問なんですけど、私服で来ていただければと思います。それはなぜかというと、お店の雰囲気がこんな感じなんですね。普通のラフな感じのレストランです。手前に皆さんがご着席いただくお席があって、その目の前にステージがありますよね。そこで前半の約40分に生演奏、生歌のディナーショーをさせていただきます。で、それが終わったら、皆さんがこの手前に座られているところに、私もご一緒に座らさせていただいて、一緒にご飯を食べながら2時間20分交流させていただくという形でございます。そこで、今回情報解禁。ディナーショーではどういった歌を歌うんですかという問い合わせをちょこちょこいただくんですけど、私が尊敬している、中森明菜さんの歌を、カバーさせていただきます。それもそれも、ピアニストの方、そしてギタリストの方もいて、なかなか私の今までのこの活動の中で一番力を入れている、企画でございます。今までご飯会、1回、2回、3回とやってきて、今まで2時間で居酒屋さんを貸し切りにして、一緒にご飯を食べながら交流するっていう感じだったんですけど、今回から3時間になって、ディナーショーもやらさせていただくっていう感じですね。当日は、お時間が3時間の4500円ポッキリでございます。今までと料金全く同じでございます。値上げは一切してないので、気軽に来ていただければと思います。レストランの場所は、東京メトロ丸の内線の新宿御苑駅、出口1番から出てすぐの場所にある新宿パペラさんというところです。いろいろな料理がコース料理で持ってきていただけますので、みんなと一緒にコース料理食べましょう。参加の方法は、画面の下にある予約フォームからお願いします。こちらに氏名と人数のみお書きの上、送信お願いします。私の所属事務所のスタッフさんが確認をしましたら、皆様に予約完了のメールをお返事させていただきますので、そちらの確認もお願いします。今回のこの企画のタイトルが、第4回秋田のご飯会&ディナーショーっていう感じで、ちょっとディナーショーで加工をつけた感じに言ってるんですけど、実際は、青木家の第4回ご飯会、歌も歌っちゃいますみたいな、そんな感じでございます。なので皆様、気軽に来ていただければと思います。皆様のご予約、待ってまーす。この青木家の YouTube チャンネル、これからも見たいという方は、ぜひぜひ画面の下にあるチャンネル登録ボタンを押してください。そして普段の日常は私のツイッターにてつぶやいておりますので、そちらも画面の下のリンクからチェックチェック。今回の動画も長くなりましたが、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。